世界で一番面白い人生ガイド元井武雄の YouTube 動画でございます。ということで、前回の動画も、神王様が降臨された際の内容のお話でございましたが、今回もその内容なんですが、この前の動画でもお話ししましたように、カタカウナの神様がこういった絵文字を、皆さんにお伝えしてくださいということで、これまた同じことでございますが、初めて私の動画を見られる方もいらっしゃいますので、念のために、お話をしたいと思います。これは見ての通り白い紙で、A4 版のコピー用紙なんですけれども、基本的には白い紙にですね、このメガネのように、丸を書いてですね、これはサインペンで書いたものなんですけれども、それが鉛筆であってもマジックであっても、その筆記用具は問わないんですけれども、こういうふうにしてですね、書いていただいて、それで願い事をですね、これに、この紙に向かってですね、宝くじ10億円当てさせてくださいとかですね、仕事がうまくいきますように、人間関係がうまくいきますようにということで、その紙に向かってですね、願い事をしなさいということでございます。で、これは A4 版のそのコピー用紙なんですが、皆さんも自宅にあるいは会社にこれは地元のですね、奄美共同印刷さんからもらったメモ用紙なんですけれども、メモ用紙なので、こういうふうにしてこう線が引かれてるわけですよね。そのメモ用紙ですから、こう字を書きますので、それのこういうふうな、後ろの紙でもいいので、白いところにこういうふうにして丸を書いてですね、それで願い事をこの紙にですね、言ってくださいということでございますので、ぜひ皆さんもね、全然お金かかることではありませんので、まあ、試しに本当にですね、いいことがあるのか、宝くじが当たるのか、自分の願い事がね、5つとか10個言った時にどれか1つでも叶うのか、皆さんは皆さんなりに試してみていただきたいと思います。ということで、神王様が降臨された際の内容のお話を、いきましょう。令和6年3月17日のこれは午後10時45分、22時45分に降りて来られた時の内容でございます。かなり短いので、もっと手短にいきたいと思います。神は偉大なり。さて、日々は面白いか。これからもっともっと面白くなる。あの女神様が降りて来られるが、この神様もこの世では初めて知れ渡る神様じゃ。多くの奇跡を下ろす神で、これから神の子が唖然としたり、えとか、えの連続で耳を疑い、見えることが信じられないことの連続でもある。私は、聞こえることもできますし、見える、要するにパソコンでいう Windows みたいに、瞬間的にパッと、モーゼさんからは、東京都のような大都会とか、札束とか、それから宇宙人も瞬間的にモーゼではなかったかどうかも忘れましたけど、見せられたりとか、そういうことで、見せられる、見えるわけなんですね。これこそが本当のこの世ではありえないことが起きる。愚かな民の者々にも、普通の民の者々にも、特に神を信じない愚か者たちには、これ見よがしに神力という神の存在意義を見せつけてやる。お前の YouTube を
信じてついてくる者々だけでも幸せにしてやれ。それだけでも数万人の民の者々が救われることじゃ。今までの常識というが概念がなくなり、非常識ではなく本当のものの考え方に変わる時期が来たのじゃ。多くの経営者が未来を予測し行動しているが、お前に相談した方が簡単じゃが、我々神々の話は時にしておとぎ話にしか聞こえない輩もいるが、仕方がないことじゃ。変な宗教に毒され惑わされ、時間と金の無駄遣いをし、気がつかず気がついても修正が効かない。しがらみに翻弄され、最後には地獄へまっしぐらである。神というのは民の力となる存在であり、決して民を奴隷や愚弄する者々ではない。あくまでも人間の上である。お前が口から出す言葉や話の音は宇宙音に近く、極力民たちに宇宙音を聞かせるために YouTube で話をさせているということじゃ。もちろん誰も知らない宇宙音を知らせるためにも、お前に話をさせた方がよかろうと思ってな。お前の言葉や話には意味があると気がついている民の者もいたじゃろう。その通りじゃ。神というものは先の先、もちろんもっと先を知っているからこそ神である。幸せになりたいと強く願うことじゃ。うまくいかないからといって腐ったり諦めてはいけない。人生は簡単ではない。わざとそのような試練を作り、民の物々の生き様を見て試していることもある。民の物々、簡単に死ぬなよ、死に急ぐなよ。人生は短いのではなく、果てしなく遠い時間で成り立っている。噛みしめることじゃ、自分の生き様を。それができない、焦ってどうする。神事は簡単ではない。誰も彼もが神と話ができると思ったら間違いじゃ。神と話ができるのは神が決めるのであって、お前たちが決めることではないが、神の声を聞きたいと願うことはやってほしい。眠い、眠いじゃろう。
ということで、これがですね、まあ、夜の、まあ、夜の10時45分、まあ、11時前に、降りてきた内容で、ございます。で、今日はですね、3月の21日木曜日なんですけれども、昨日から今朝にかけて、実は2回も神王様が降りてこられて、まあ、このようにしてノートに、また夜も朝も、ペンを取れということでですね、書いたわけなんですけども、これはまたその次の動画にしたいというふうに思っております。で、ということで、世界で一番面白い人生ガイド、元井武雄の YouTube 動画、毎日ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。まあ、言うまでもなく、これからも、次々と、まあ、いろんな動画を上げていくわけなんですけれども、何度も同じことで申し訳ないんですけれども、神様を信じてですね、こういうふうにしてくださいということで、確実に全員ではないかもしれませんけれども、一つ一つの階段を登っている途中の方も現在本当にいらっしゃいます。そういったことで、まあ、自営業者の方、それから個人商店主の方もいらっしゃいますけれども、一人一人がですね、まずはお金に苦しまないという、つまり私はもうこの世界中の一番の病気は貧困とかなんとかではなくて貧血病だというふうに思っていますので、皆さんがより良い気楽な楽な生活ができるように毎日願っているわけでございます。ということで、世界で一番面白い人生ガイド元井武雄の YouTube 動画、今回は非常に短い内容の動画でございますが、次回の動画はちょっと予告編的なことをやってみようかなというふうに思っております。ということで、次回の動画まで世界中の良い子の皆さん、ごきげんよう、さようなら。毎日ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。